三塁線、あっと審判に今当たってボールが抜けませんでしたが、ファールボール。いやでも今フェアのところから最後審判に当たったようにも見えたんですけれども、今江も確信して、あるいはもう三塁コーチもそうでしたが、上川コーチもそうでしたが、まあ普通ですとね、こう、なんていうでしょうね、アンパイア、審判がですね、ライン上か、やもしくはその内側インフィールド内に入っていって、審判に当たるんであればフェアになる確率はすごく高いですよね、西村監督もその今ボールの弾んだところを改めて言ってますが、三塁塁審アリスミに、まあ、でもね、ビデオ判定はね、やっぱホームランだけなんでね、そうですね、でこの抗議もあれなんでしょう、そのタイム一応今測られてるわけなんでしょ、だから抗議が、ね、5分とか過ぎるといけませんが、まあでもパッと見打った瞬間見た目にも一瞬フェアかなと思って、それこそ長打コースになるところを審判に当たってしまったと思ったんですが、審判ファールというジェスチャーをしながらも当たってました。まあ、ベース板の後ろの、ね、オンラインでありましたら ね、確実にフェアなんで、これはまあ物的証拠が一応ありますんでね、西村監督としても、で今井自身も相当確信を持っても一塁へ行きました。まあ、すぐにちょっと引き下がる感じでは今日の西村監督はありません。まあ、覆りそうな雰囲気は全くここはなさそうですが、間近になりましたよ ね、 ね、抗議でちょっとこれはまあストップウォッチもね、厳しいのは持っていますが、非常に厳しく、まあ、時間は計って、それこそそれ以上を、抗議を続けると退場にもなってしまいます。そんなに今までも抗議をするシーンはここまで長くは見たことは私自身はありませんが、まあね、これがね、フェアだというふうに確信があって見てるはずなんですよね、でなければね、これだけの抗議をしに行こうとはしないんですよ。ただここでね、指揮官がね、その、まあ、タイムによってね、退場っていうようなことになるとね、やっぱりその、まあ、いいチーム状況なだけにやっぱりもったいないんですよね、だからその今井選手もね、今一つヒットをね、まあ、今現時点で損をしてるんですよ、確かにこの1本というのは大きなことになるかもわかんないんですけどね。